皆さん、こんにちは、こんばんは。あなたのくるくるキュールがマリオメーカー、今日も実況していきたいと思います。今回はいいねランキングの難しいからお手軽10秒スピードラン、久しぶりに最初からスピードラン遊んでいきたいと思います。ライダーさんという方のコースですね。クリア率は 3.5%、 ベストクリアタイムは9秒69。まあ、10秒スピードランで結構タイムもギリギリ間に合うでしょうか。ほいほいほい、全然違うような気がする。トイレ方がこっちでいいのかな。 P スイッチに入って、 P スイッチに入ってって変か。はい、ゴールはどっち。ゴールがどこだか分かんなかったよ。1、2、3、ここでいいのかな。ほい、 P スイッチ踏んで、ここで鍵ドアに入って、右じゃないのかい。あ、そうかそうか、わかったぞ。一人で納得していくスタイル。おい、これでいいでしょう。ここは普通に走っていって、ピンスイッチのドアに入ったら戻る。はい、ここだ。これであとは右ダッシュ。オッケー、マリオタイム。本当にお手軽な10秒スピードランでしたね。ありがとうございます。それでは次のコース行きましょう。お次はとても難しいに挑戦してみたいと思います。世界の第2位、稲賀ファイナル、稲賀ワンさんのコース。クリア率は 2% 台、ベストクリアタイムは1分36秒。早速遊んでいきたいと思います。ファイナルなんて言わずにね、これからもどんどんコース作っていってくださいよ。まずは B スイッチを踏んで、この杭にずっと乗っているコースっぽい、あれ、杭を潰しちゃダメだった、杭が残るよとか、そういうシャレすら言わせてくんないスタイル。畜生メイン。パウ叩いたらこっちだね。で、多分このパウに乗る。よいしょ、こっち、はい、うん、わかん、パウをもっと早く投げるのね。違うか、投げるんだ。ほい、こうだね。こっちが正しい生き方だと思う。これはほい、これでいい感じ。あー、待って、パウブロック、待って、はーい、友達の実況者のゆいちゃんがこういうコースよく実況してるんだけど、ほんとすごいなって思いますよ。これはキノコをこっちに出しておくと、うーん、来て倒せるでしょ。はい、おい、おお、ちょっと待って、今のはどうやって使うの。こうだね、よし、正しいやり方で来られたと思うぞ。これはここに P スイッチでいいのかな。違うな、これは多分投げる、こうだね、こっちが正しいはず。よし、合ってるね。お邪魔しまーす。からの、これはー、違うの、え、わからんかった。どうすればいい、ここと降りちゃダメなんだよね。これでどう？やったよ、やっと進めたよ。あ、上になんかあるけど、あれはちょっと取りに行けないわ。どうやって取るんだろう。バネ、あ、中間、よいしょ。嘘だ、嘘だ、畜生めい。どうすんの、どうすんの、ここ。
そんなことができんの？それはわかんない。初見じゃ絶対わからないよ。もうちょっと早くジャンプか。おっしゃ、突破した。ここから多分あのメットはまたダメだろうから、パウ乗ってかぶっていくよ。ほいほい。なんで何も出てこないの？なんで何も出てこないの？よいしょ。これ絶対生き方違うでしょ。チクショー。よし、今回は普通に来ちゃったわ。上登って行ってみようか。何かありそうな気がする。ほらほらほら、何かあった。ここの扉に入りたかったんだよね。で、こういうくぼみは落ちたらはまりそうだから行くのはやめると。で、このコースの特徴からして土地孔明さんとか絶対ありそうな気がしない？こうどうしようか。三段ジャンプとかで右行ってみる。よし、ズルの極みクール。あーい、いけねえ。でもね、今度は普通にこっち側来てみましょうか。下見てなかった。何があんの？鍵ゲットだけど、ここでしょ？何かあった？このコース確かゆいちゃんの動画でなんかこんなギミック見たことあるような気はするんだけど、まあ、いや、とりあえず中入っていこう。戻った戻った。どうすればいいさ。ここなんかあんの？なんかあるのかい？なんかあるんだったら取らせてくれい。次のキノコ、次のキノコ。惜しい。ちょっと次のキノコはまだですか。クッパさんが飛び上がった瞬間に、よし、駆け抜ける。こっちで、上行きたかった。上行く。絶対上だと思う。正解はほい。よいしょ、よいしょ、ほい、よいしょ。登ってきたけど、本当にこっちでいいの？本当はその扉にやっぱり入っておけとかそういうことだったんじゃないの？なんかそんな気がしてきたよ。クッパさんが扉のとこ来ちゃってんだけど、これ大丈夫？嘘だ、これでもう戻れないなんていうオチはないよね。クッパさん、こっちこっち。クッパちゃん、こっちおいで。よし、戻ってきましたよ。普通にクッパさん、バイバイキン、バイバイ。スルーしてごめんね。扉入るよ。またこれは押されるタイプだと見た。違う、ベルトコンベアで押され、流されるタイプかな。センキュー。いいですね、全クリした時の音楽ですね。というわけで、デッキューに乗って1アップは食べれないのかよ。あー、難しい、面白いコースだった。ギミックが素晴らしいですね。いやいや、これだけ面白いコース、ぜひまた作ってくださいよ。よろしくお願いします。今日のラストはこちらのコース。いいねランキング難しいから鍵返して。笹さんのコースかな。ベストクリアタイムは9秒26、クリア率 13%。ドッグって書いてあるってことはワンワンが鍵を持ってるのかな。鍵返して。ワンワンになったよ。まず上叩いてみるけど、あれ関係あるのかな。よいしょ、ワンワン。あ、ワンワン2匹が鍵持ってる。ヒューストーン、ワン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 。
これってもしかしてもう積んだパターン。ちくしょうめい。今のじゃ倒せてない。ワンワンを下に下ろすことはできたけど、よいしょ、これで鍵は取れるかな。あのワンワンを倒すのかなと思ったけど、別に倒す必要はなかったっぽい。これでゴール、完璧です。ね、犬が吠えるのは犬が悪いんじゃないよ、人間が悪いんだ。はい、それでは今日のクールチャンネルのマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回の実況でまたお会いいたしましょう。チャンネル登録がまだお済みでない方はよろしければチャンネル登録していってくださいね。次回はあなたのコースにクールクールクール、バイバイ。